高尾中央社、蔡英文、総統は19日、南部、高尾市京都区の高尾メトロ、MRT、京都東照駅を訪れ、名物猫、みかん、駅長、と対面した。みかんを撫でたり、餌をあげたりして交流を楽しんだ。高尾メトロによれば、みかんは緊張しつつもプロ精神で対応し、落ち着いた様子で蔡総統を見つめていたという。みかんは高尾メトロが飼育するオス猫で2020年4月生まれ。元は野良猫だった。同駅周辺には多くの猫が暮らしていることから、高尾メトロは2018年、同駅を猫村花園にしようと、地元の芸術家に依頼して石でできた猫のアートを設置。この特色を背景に同駅は昨年6月、みかんを迎え入れた。同9月にお披露目されて以来、駅の人気者となっているみかん。専用の執務室も用意され、週休2日で駅長を務めている。陳祖の進む、陳貴舞、高尾市長が今年2月下旬に同駅を視察に訪れた際、猫好きとして知られる蔡総統にみかんの写真入りのポストカードを出し、来訪を呼びかけていた。